淵高のおもがしですが、いただき方を一通りやってみようと思います。今日は私が次客になります。ではお願いします。お先にと言います。で、淵高を一度、掲げて蓋を一段目をずらしますと。で、このように黒文字を中に入れて次客に送ります。そして返しをこのように置いて、お菓子を両手で取りますと。ではちょっとお願いして、よいしょ。じゃあ次客はこのように自分のところに置いて、蓋をこう少し中を見るようにしてあげて、で黒文字を中に入れます。で、蓋を今回次客までですので横にこう預けるような形でやります。そして返しを用意して、先ほど聴客でやったのと同じようにこうブスッとこう押さえながら持ってきます。こうですね。あ、そっか。そしてここからですね、よいしょ、焼却が淵高を送ってきますので、はい、次客はこの淵高をこっち側に一度預けて、この上に乗せます。で、一度真ん中に戻して、先ほど預かった蓋を乗せて左側に置きます。このようになります。